集団動のパワー型で初登場。守備的規定は内野どこでも OK。 ベスト9で登場。トリプルスリー達成でホームラン王と盗塁王。侍ジャパンで登場。プレミア12では2本のホームラン。オール A に強化でミート型の登場。背番号を1に変更した。プロスピセレクションはミートパワー同値で登場。6月絶好調で月間 MVP。 セカンド守備適性が B に強化され特殊能力に超パワーヒッター。アニバーサリーで選出。2年連続トリプルスリー達成。ベスト9で登場。最多フォアボールと2年連続盗塁王。侍ジャパンで登場。 WBC では先頭打者ホームランを放つなど1番 DH で活躍。ステータスが下がり守備適性のサードが消えた。不振に陥りミートが B になり特殊能力にフルヒッターが追加。2年連続アニバーサリーで選出。不振ながらもフルイニング出場。パワーチャンセレクションで登場。リーグ2位のフォアボールはさすがの数字。デフォルトでパワーヒッターに6月に初のサヨナラホームラン。2年ぶりプロスピセレクションで登場。平成生まれでは初のサイクルヒット。ステータス強化でオール A。 安定のパワー総力同値。ファンフェスタセレクションで登場。日本人最長の12試合連続打点を記録。ベスト9で登場。2年ぶり3度目のトリプルスリーと盗塁王。侍ジャパンで登場。国際試合のベストコールは最高。セカンド守備適性が強化され通算1000本安打達成。2年連続プロスピセレクションで登場。サヨナラ満塁ホームランで通算200号を達成した。さらに連続盗塁成功記録38でプロ野球新記録を樹立。2年連続ファンフェスタセレクションで登場。惜しくもトリプルスリーは逃した。ベスト9で登場。フォアボール110個は自己最多を記録した。侍ジャパンで登場。プレミア12決勝では逆転スリーラン。ミートは下がったが開幕から2戦連発。シーズンは絶不調に終わったがステータス変わらなくてよかった。スピチャンセレクションで登場。通算1000試合出場を達成した。3年ぶりアニバーサリーで選出。年俸5億の7年契約で生涯ヤクルト。ミートは下がったがキャプテンに就任。エキサイティングプレイヤーで登場。交流戦以降はホームランを量産。石橋セレクションで登場。オールスターでは誕生日をサプライズで祝った。侍ジャパンで登場。オリンピックでは大会 MVP に選出。ミートは下がったがチームの支柱としてリーグ優勝に貢献。そしてヤクルトは日本一になれるのか注目ですね。